ライブのすごいところっていうのはまず圧倒的な飛距離。今までメタルジグじゃなかったら届かなかったところにバイブレーションのアクションする質のものを投入することができる。なおかつパワーブレードと同じように流れの変化を読める。これじゃないですかね。圧倒的な飛距離と流れを取れる。これをスピード、パワーブレードとかよりもスピーディーに展開できる。日中杭の渋い時間帯、シーバスに強くアピールしてリアクションバイトを誘うのにも有効だ。もう完全に火が当たってドピー感で透明度が高いという状態において、シーバスはこのテトラですよね、ストラクチャーになるこのテトラにのところ、こういう影に潜み始めるんですよね。この魚をアイアンプレートをフルキャストしてボトムまで沈めて、ういっとー食ったよー、やべ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 、結構手前で食ったね。立ち位置を変え、レバーブレーキを使ってラインを出す。いやテトラが手前で食いましたね。やっぱ潮が効いてるところで食ってくるんですよね。やっぱ間違いないですね。はい。